時はやっぱ地方とか行って、ホテルとかでね泊まってる時でもなんか仕事をしに来てるみたいじゃなくて友達と遊びに来てるみたいな感じで、でまあ本当楽しくワイワイやってるって感じなんだけども、やっぱ一人だとどうしても一人で遊ぶわけにはいかないから、あのホテルとかでもどうしてもすぐ寝ちゃったりとかするんで、ちょっと抵抗はありましたけどねこう、まあ、ピンクとかあと可愛い衣装とか着ると似合うかなっていう不安とかもあったけど、うん、そういうことを考えてる時間とかなかったんで、もうあっという間だったんですよね。デビューしてレコード出してでコンサートやってでどん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 なんかすっごい流れ作業のようにこう仕事してたから、あんまり考える時間がなくて、考え出したのはやっぱソロで出始めてから自分で考えるようになって、まあ一人だとこう自分の意見とかもちゃんと言えたりとか聞いてもらえたりとか、そういう面ではすごいいいですね、うん、私結構曲っていうか歌で元気づけられた曲とか、あと、まあ、その曲を聴いて泣いたりとかすごい楽しい気分になったりとか、そういうのすごいあるんですよ。だから聴いてるみんながそういう気分になれるような歌を歌いたいですね、うん、すごいライブに憧れてたんですよね。で、自分では大きいところで やればいいってもんじゃないなって思ってるんで、コンサートはだからまあちっちゃいところで全国回れたらいいな、それが夢ですね。今高校の時とあんまり変わらないでずっとやりたいなと思ってるんですよ、ソロも。まあ曲とか仕事とかそういうのは別として、あんまり変わりたくはないなって、うん、ここがあって今があるから